DS PDS Hey guys! My name is Dante! 聞いたね、今日ね、めっちゃ暑いんでプール買ってきました。おプルーベシュンプルー、6月の日もう32度っていう、もうやばすぎたんでね、ちょっと急いでプール買ってきましたね。で、今日はプールで何をするかっていうと、もうほんとね、ただプール入りたかったんですよ。うわ、プール入りてぇなー。でもただプール入るだけじゃ動画の企画になんねえなと思ったんで、今日は僕がプールに沈んでね、水嫌いのポラが水をね、好きになるかもしれないと思ったんでね、やってきてて、おやす。なんだこれ、なんかちょっと変わった方式やこれ。よりはね、水に本当は強いんでね。寒いぞ、助けてボラ。でも成長してる、成長してる。足つく、足つく。楽しい、ほら。来い、これ来い、これ来い。泳げんじゃん、泳げんじゃん。とても楽しかったよ。めっちゃ楽しそう。うるさい。うるさい。やばい、めっちゃ楽しい。
TDS 株式会社。チャンネル登録よろしくよろしくよろしくよ。やんでいい。今日はな、誰でもできるチョコムース炊飯器ケーキを作ってやるぜ。じゃあまずスポンジからいこうぜ。白身を入れてください。と3回に分けて入れてください。うわ、白身がこのぐらいに、泡立ってきたら、黄身はさっきと違い程よく混ぜましょう。こうなったらホットケーキミックスを入れましょう。ざっくり混ぜるんです。こんぐらいになったら、バターを入れましょう。ふー、溶かしバターを入れてざっくり混ぜましょう。泡に油をひいたら入れましょう。あとは炊飯器に入れて今まで通り。次はムース作るぜ。メレンゲを作るでござる。白身は M サイズが1個で S サイズが2個ぐらいでよろしいと思います。入れましょう。砂糖を投入しましょう。 30g にしときましょう。メレンゲができたら今度は生クリームを作る。こんぐらいになったらゼライスをお湯に溶かしておきましょう。生クリームとメレンゲは一緒に混ぜましょう。こんな感じです。火をやったら鍋に牛乳 60cc、 卵 S サイズ2個入れます。チョコレートを入れます。適当に混ぜます。弱火でめちゃくちゃ混ぜます。なったらゼラチンを入れます。ゼラチンを入れてそれでやったら今度は生クリームに入れます。入れたら速攻混ぜないとすぐ固まっちゃうので、ここはもうプロの技です。型に流し込んでください。入れたら冷蔵庫にゴン。できました。これはできてんのかな。成功でいいのかな。成功なのかもしんないです。これをここに入れます。実は今日も時間がないんです。全く固まってる自信がありません。相当振っていたんですけど全然出てきません。お願いがあります。明日にしてください。これの感想はお願いします。作れよ。